和尚、助けてよ。小屋、どうしたんだい？6月15日発売、シグネーチャースペルブックジェイス、あるじゃないですか。そうだね、新しいイラストのカードがたくさん収録されてるね。もちろん、構築フォーマットでも使用できるから、君のデッキをアップグレードしてみよう。それで、どうしたんだい？そうそう、この前ジャッジに呪文を唱える手順について教えてもらったんだけど、複雑すぎて一回じゃ理解できなかったんだ。ああ、確かに難しいからね。じゃあ手順を詳しく見ていこうか。それでは呪文を唱える手順について解説をしていきましょう。和尚、お願いします。はい、呪文を唱える手順っていうのは、実際にマナを払って唱えるだけというわけではなくて、細かい手順が決められています。それを順に追って見ていきましょう。まず一番最初にすることは、呪文を唱えると宣言をしたら、その呪文をスタックに載せます。スタックに載せた後、もしその呪文がモードっていうものを持っている場合、そのモードを選択します。大災厄のようなカードは、ここでどちらのモードで唱えるか宣言をしてください。そしてモードが決まったら、次にすることはコストの支払い方というものを決めます。追加コストだったり代替コストっていうものがあれば、それを選択するという形になります。キッカーのような追加コストやフラッシュバックのような代替コストは、ここで宣言をします。コストの支払い方が決まったら、次は対象を決めます。その呪文が対象を持っている場合、ここで選択をしてください。選んでね。対象の選択が終わった後、ダメージやカウンターなど割り振りを決めなきゃいけないものについては、その割り振りをここで決めます。電解のようなカードは、ここで何点割り振るか宣言をしてください。ここまで進めたところで、その呪文が適正に唱えられているかどうかチェックをします。イクサランの束縛のような、唱えること自体を禁止しているものも、ここでチェックをします。適正でなかった場合には、この呪文を唱えることが取り消されて、全て巻き戻されるという形になります。ここまで適正に唱えられることが決まったら、今度はコストについて実際に支払う手順を進めていきます。まず最初にすることは、コストの増減、コストを増やしたり減らしたりという効果がないかのチェックによって、呪文の総コスト、実際に払うコストというのの決定を行います。スレイベンの守護者サリアや巡宝長バラルといったカードは、ここでチェックをします。コストが決まりましたら、そのコストの中にマナが含まれる場合については、マナ能力を起動してマナを出すということを行います。出してね。それが終わったら、ようやくここでコストを実際に支払うという形になります。払ってね。そのコストの支払いが適正に行われたら、呪文を唱える手順が完了という形になります。はい、以上で呪文を唱える手順というのが一通り完了しました。皆さんが普段省略しているこういったたくさんの手順を踏まえた上で、呪文を唱えるということが行われている形になります。ご視聴ありがとうございました。それではマジックのルールについてちょっとしたクイズを出題します。あなたはわかるかな？それでは第1問です。プレイヤー A は11枚の山をコントロールしています。この状況でプレイヤー B の波を司るものコパラとプレイヤーにダメージを与えたいと考えています。で、プレイヤー A は火による戦いを唱えて、コパラに2点、プレイヤーに8点というふうに与えたいと考えました。その際の詳しい手順はどのようになるでしょうか。まずプレイヤー A は火による戦いを唱えることを宣言してスタックに積みます。その後にモードはないので特に宣言はしません。で、コストの支払い方法を決めるので、キッカーで唱えることを宣言します。次に対象を決めるので、コパラとプレイヤー B を対象に取ります。その際にダメージなどの割り振りを決めるので、コパラに2点、プレイヤーに8点と宣言をします。ここまでで選択が適正かどうかチェックをします。この場合選択は適正です。それでは呪文の総コストを決めます。コパラの能力によりコストが2増えているので、ここでの火による戦いのコストは、もともとのコストの3点、キッカーによる6点、またコパラによる2点、
コストが増えるので全部でコストは11になります。その後コストにマナが含まれるので山を11個タップして赤マナを11個出します。その赤マナ11個で実際にコストを払います。これが火による戦いをキッカーで唱える際の手順となります。はい、正解です。ここまでたくさんの手順ありましたけども、こういった形で一連の手順を踏んでもらうのが正しい手順になります。実際にはいくつか省略をしていただく場合もあるかと思いますが、その辺もお互い合意を踏まえた上で進めるようにしてください。それでは応用編になります。プレイヤー A はスレイベンの守護者サリアをコントロールしています。それに対するプレイヤー B は難題の予見者をコントロールしている状態です。この状況でプレイヤー A が難題の予見者に対して不純な捧げ物のキッカーコストを支払った上で難題の予見者を除去したいと考えました。さあここで必要なマナは何マナで、実際に払うコストは何でしょう。キッカーコストによってサリアを生贄に捧げるんですよね。払う時にサリアがいないんだから、これは全部で2マナです。残念、不正解です。実際の手順を見ていってみましょう。まず不純な捧げ物を唱えると宣言したのでスタックに積みます。その後ウォードの選択はこの呪文特にありません。で実際にコストの支払い方を決める際にマイナス5マイナス5したいのでキッカーをコストを払うよと宣言をします。でこの際に生贄に捧げるクリーチャーはスレイベンの守護者サリアであるということを宣言をします。でその後対象として難題の予見者を選択しました。でダメージの割り振り等はありませんのでここもスキップします。でここまでの選択で特に問題のある選択はありませんので、この呪文を唱えることは適正です。で実際に総コストを決めるという話になるんですが、まだこの段階でサリアはいますので、1マナ増えるという部分が適用されて、全部で3マナを払う必要があるということが決定されます。でこの後、コストに支払いにマナが含まれますので、3マナをひねり出してください。ひねり出したところでコストの実際の支払いに移ります。実際の支払いとしてサリアを生贄に捧げること、3マナを払うこと、どちらを先にしていただいても構いませんが両方を行ってください。というわけでこの一連の手順の中で必要なマナは3マナ、そしてコストとしてサリアを生贄に捧げることというのが回答となります。ためになったよ、ありがとう和尚。またルールでわからないことがあったら聞きに来るんだよ。うん、わかった。ここまで見てくれたみんなもぜひ画面右下のチャンネル登録ボタンを押して次回の更新もチェックしてね。他にも大隅和尚に聞いてみたいルールの質問があったらコメント欄にコメントしてみてください。それでは皆さん、バイバーイ。